初代ウォーォード伯爵ロバート・ウォルポールは、イギリスの政治家、貴族。1701年に、ホイック党の庶民議員に当選して、政界入り。高い討論力で党格を表し、ホイック党政権で、閣僚職を歴任した。1720年の南海放末事件の後処理を、指揮。事件後には、ホイック政権の最大の有力者となり、1721年に、 第一大倉教に就任した。与党を統制して、閣議を主催し、議会の指示を背景に政治を行ったため、この時期の彼を最初のイギリス首相とするのが一般的である。巧みな政治手腕で議会を掌握し続け、20年に及ぶ長期安定政権を築いて、イギリスが商業国家として躍進する土台を築いた。 1733年のタバコ消費税法案の挫折で求心力を落とし始め、1741年の総選挙で与党の議席を大幅に減らしたため1742年に退陣した。ロバード・ウォル・ポール。1676年にイングランド・ホートンに地主の三男として生まれる。イートン校を経て、ケンブリッジ大学キングス・カレッジへ進学。兄が死去したため、 代わりに、ウォルポール家の財産を相続した。1701年に、父が議席を持っていた選挙区から立候補して、庶民院議員に当選。保育党に所属して、時の通りーー党政府に対して、野党として論争を挑み、高い討論力を見せつけて、庶民院内で急速に当格を表した。1705年の総選挙で与野党の議席が白中化した結果、 ホイック党議員が閣僚に登用されるようになり、ウォルポールも海軍本部委員会委員、ついで戦時大臣に就任した。しかしその後世論のホイック批判の高まりや1710年の総選挙のホイックの敗北などにより、ホイック閣僚が次々と辞任に追いやられ、彼も1710年10月に辞職した。その後再び庶民院で通り政府批判を展開したが、 政府に危険視され、1712年1月には汚職行為を働いたとされて、議会の議決により、ロンドン島に投獄された。しかしこれにより、反政府派から英雄視され、保育党内で権威を高めた。1714年に、ハノーバー・アのジョージ一世が即位すると、トーリーが退けられて、保育政権が創設され、ウォルポールも陸軍支払長官に就任。 また議会において前、トーリー政権責任追及の中心人物となり、全政権首脳陣をジャコバイトとして徹底球団し、ホイック一党優位体制の確立に貢献する。1715年には、第一、大倉卿に就任して、ホイック政府の最有力閣僚の一人となる。しかしその後国王やジェームズ・スタナップのハノーバー、 優先外交を批判したことで1717 17年4月にはゲイヤに追い込まれた。その後、スタナップ政権に対して激しい野党活動を展開し、それに耐えかねたスタナップは1720年6月にウォルポールを陸軍支払い長官として再登用した。直後に発生した南海放末事件ではバブル発生当時政権におらず責任追及される。 立場にない閣僚として後処理を指揮した。この事件中に多くの保育有力政治家が辞職に追い込まれたり、死去したりしたため、ウォルポールが主導権を握る政権が誕生することになった1721年4月に第1大倉協に就任。閣議を主催して他の閣僚を統制し、議会の与党議員も統制して、議会の支持を基盤にした。 最初の閣僚という意味でこの時期のウォルボールを初代イギリス首相とするのが一般的である。政権内ライバルを失脚させたり、トーリートや反政府派にジャコバイトのレッテルを貼って野党活動を牽制することで議会を掌握し続けた。1722年の総選挙や1727年の総選挙では政府機密費を流用して買収に励んだ結果、 対象を収めた。木工期のジャーナリズムに対しては、言論統制に努め、買収や言論弾圧を盛んにいった。1737年には、演劇検閲法を制定して、言論統制を演劇に拡大し、ヘンリー・フィールディングラの反政府演劇を弾圧した。ジャコバイトの海外連絡の監視も強化した。こうした、性的排除によって、ロビノクラシー、 パクス・オルポリアナと称される強力な安定政権を樹立することができた。外交面では議会の不安定化を嫌って戦争回避の平和外交に努めた。経済政策も議会統制の観点から行い、土地税減税、国内商工業振興、円税など議会に影響力を持つ地主、ブルジョアを優遇し、議会に影響力を持たない民衆から絞り取る路線を、 目指した1733年には土地税減税を続けるべくタバコ消費税導入を目指したが一般消費税への拡大や徴税間の立ち入りを恐れたイギリス承認層が反発し議会の野党活動が高まり法案は挫折直後の1734年の総選挙も与野党の議席差が約100議席に縮まる結果となりウォルポールの議会統制力に 陰りが見え始めた1739年には議会の反スペイン感情の高まりでスペインに対してジェンキンスの耳の戦争に及ぶことを余儀なくされたがウォルポール自身は戦争指導に消極的だったので政治指導力を落としていったさらに1741年の総選挙で与野党の議席差は20議席以下にまで縮まったその後召集された議会での採決に 僅差で敗れたため1742年2月をもって辞職した。退任と共に王法度伯爵に助せられた。1745年3月18日にロンドンで死去した。ウォルポールの20年に及ぶ長期安定政権はイギリスを商業国家として躍進させ、後の大英帝国の基礎となったと評価されている。他方、総選挙の度に政府機密費を流用して、 毎週、接待に励んだため、金権政治をもたらした人物との批判もある。1676年8月26日、イングランド東部ノーフォークのカンソン・ホートンに生まれる。父は地主で後に、庶民院議員も務めるロバート・ウォールポール。母はその夫人、メアリー。夫妻は19人もの子供を設けており、ウォルポールはそのうちの第5子三男であった。ウォルポール家は、 貴族でこそないが、13世紀まで経図を遡れる、旧家であった。イートン校を経て、ケンブリッジ大学キングスカレッジへ進学した。後継ぎになる前には、父から聖職者になることを望まれていたというが、大学在学中の1698年に、長兄エドワードが急死し、時系バーウェルもそれ以前の1690年に、大同盟戦争における、 ビーチヘッドの海戦で戦死していたため、急遽彼がウォルポール家の後継ぎとなった。父の体調も悪化していたので、父の命令で地主業の勉強に専念すべく、ケンブリッジ大学を退学して、ホートンへ戻った。父の勧めで1700年7月30日に、裕福な材木商人ジョン・ショーターの娘キャサリンと結婚したが、彼女はわがままであり、後にうまくいかなくなる。 同年11月18日に、父が死去し、財産を相続した。1701年1月11日に、父が議席を持っていた、キャッスルライジング選挙区から初当選し、保育党所属の庶民委員議員となる。翌1702年7月には、キングスリン選挙区から選出され、以降40年にわたって、この選挙区の議席を維持する。 1702年3月、スチュアート朝最後の君主アン女王が即位した。スペイン王位継承問題をめぐる英仏の対立や、フランスがアン女王のイボテで、ジェームズ2世の維持ジェームズ・フランシス・エドワードを、真のイングランド王、スコットランド王と認定したことなどで、イングランド国内の退仏機運が高まり、同年5月にも女王はフランスに宣戦線復刻した。女王は、 トーリー党中心の戦時体制を構築し、シドニー・ゴドルフィンが政治、初代マール・バラ・公爵・ジャク・ジョン・チャーチルが軍事、ロバート・ハーレーが庶民院を主導する三党政治が展開された。庶民院入りしたばかりのウォルポールは、トーリー政府に対して野党として論争を挑み、高い討論力で、たちまち院内の主導的人物となった。 1705年1月には、トーリー・右派が推し進めようとした、官職法案の秘訣に保育を動員する上で、大きな貢献を果たしている。ボルポールが敵対した、トーリー党政権首脳の初代、オックスフォード伯爵イコールモーティマー伯爵、ロバート・ハーレー。1705年6月の総選挙の結果、 トーリー党が267議席、ホイック党が246議席を獲得し、与野党の議席が白昼化した。これにより、安城王は、ホイック政治家の一部を政府に登用する必要に迫られた。ホイックの若きエースとして評判だったウォルポールは、元海軍協、オーフォード伯爵エドワード・ラッセルと親しかったこともあって、海軍本部委員会の委員の一人に任命された。 グレートブリテン王国成立後の最初の議会である1707年の議会では庶民委員の海軍批判が激しかったが、ウォルポールの巧みな答弁のおかげで政府は戦費の承認を取り付けることに成功した。この頃、閣内では保育党への情報を目指すゴドルフィンと保育への強硬姿勢を崩さないハーレーの対立が深まっていたが、 スコットランド併合で45人のホイグ議員が生まれ、以降ホイックが議会の多数派状態になっていたため、ハーレー批判が強まり、1708年2月にハーレーは辞職に追い込まれた。この際にハーレー派の戦時大臣ヘンリーシンジョーンも一緒に辞職し、その後任として海軍弁護で功績を挙げたウォルポールが就任した。1708年5月の総選挙は、 保育党が対象したが、1710年の国境改正職者ヘンリー・サッシェー・バレルの裁判の影響で民衆の被告教徒や保育党への批判が高まり、逆にトーリー党が支持を集めるようになった。アン・ジョーもこれに影響されて、1710年8月にはゴドルフィンを解任し、ハーレーを実質的な政府首脳に再登用した。 さらに1710年10月の総選挙では、通りー,ー党が圧勝した。こうした情勢から、保育閣僚の辞職が相次ぐようになり、ウォルポールも1710年10月に、戦時大臣を辞職することになった。ウォルポールを高く評価していたハーレーは、彼を政権に引き止め、ウォルポールは1月から兼務していた、海軍会計長官にしばらく留任した。 しかし結局、ウォルポールは、ハーレーへの協力を拒否したので1711年1月に、完全ゲイヤすることになった。ウォルポールを、自らの政治的立場の継承者とした、初代ゴドルフィン伯爵シドニーゴドルフィン案女王や、ハーレーらト,トーリー党政権は、フランスとの講和を目指したが、ウォルポールらや党ホイックがそれに反対した。1711年12月5日に召集された、 議会でウォルポールは、講和反対の動議を、庶民院に提出するが、先の総選挙で、トーリー党が多数を占めている議会だったので否決された。トーリー政府は、マールバラコーとウォルポールを公和、政権運営に邪魔な存在との認識を強めた。ウォルポールは、当時すでに保育党の大物議員の一人であり、庶民院においてトーリー政府大臣、新ョンと当たり合える、 唯一の存在だったためである。1711年12月21日からの会計審査委員会でマールバラコーとウォルポールの汚職容疑の調査が行われた。調査の結果、ウォルポールは軍馬のマグサに関する契約の際に知人が1000ポンドの抗金を着服するのを助けたとされ、1712年1月17日の議会の議決により議会追放とロンドン島東国の 懲罰を受けた。ウォルポールは、極中のまま補選で再選されているが、議会は、対立候補の訴えに基づいて、当選無効にしている。汚職行為自体は、事実だったが、それは、当時の含む基準から考えると思いものではなく、この投獄は、政治的打圧の要素が強かったという。ウォルポール自身も自らを、政党間争いの犠牲者と捉え、復讐を誓ったという。 獄中のウォルポールの元には、マールバラ交夫妻やゴドルフィン、第三代、サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーなど、野党有力者が、次々と駆けつけてきてくれた。また、同年7月8日に釈放された際には、殉教者として、ホイック島内で、英雄市された。釈放後にウォルポールは、マールバラ邸で、病気療養中のゴドルフィンを訪ねたが、この際にゴドルフィンはウォルポールを、 自らの継承者と認め、マールバラ公婦人サラに対して、貴女があの若者を見捨てるようなことがあり、魂が墓場から地上に戻ることが許されるなら、私は貴女の前に現れて叱ってみせると述べたという。保育政権を誕生させたイギリス王、ハノーファー選定公、ジョージ一世。1714年8月に、安城王は崩御し、ハノーファー選定校、 ゲオルク一世が、ジョージ一世として、イギリス国王に即位して、ハノーバー朝が始まった。内部にジャコバイトを抱えるトーリー党を嫌うジョージ一世は、9月から10月にかけて、政府の入れ替えを行い、初代ハリファックス伯爵、チャールズ・モンタギュー、ジェームズ・スタナップ、ウォルポールの議定にあたる、第2代、タウンゼンド子爵チャールズ・タウンゼンドらを中心とした、ホイック政府が創設された。 ウォルポールもこの政府で陸軍支払い長官に任じられている。スタナップやタウンゼンド施策が国務大臣としての入閣であったことを考えると、その二人に並ぶ有力者と目されていたウォルポールにしては低い地位のポスト配分であったと言えるが、同職は役得が多く、彼もこの時期に多額の財産を築き、ホートンの屋敷を建て直したり、ロンドンの屋敷に 美術品を買い込んだり、わがままな妻を満足させたりすることができた。1715年1月の総選挙は、ポイックの対象に終わり、1715年3月に召集された審議会においてウォルポールは、安状を晩年のトーリー政権指導者を徹底的に弾劾すべき旨の直後法等文を提案した。トーリー政権で国務大臣を務め、 親ジャコバイト的態度をとっていたボリングブルック施策は身の危険を感じ3月下旬にもフランスへ逃亡しジェームズ3世を戦勝するジャコバイトの王ジェームズのもとに身を寄せたがこれはトーリー党をジャコバイトとして球団する上で格好の証拠となった4月9日にはウォルポールのもとにトーリー政権閣僚を追求するための特別委員会が設置され ユトレヒト条約締結の経緯とジャコバイトの陰謀の有無についての調査が行われた。ウォルポールは6月9日にも庶民院員に調査結果を提出し、その結果、ボリングブルック死者とオックスフォード伯爵の断劾が決議され、前者は主権剥奪、後者はロンドン島東国となった。1715年9月に勃発したジャコバイト放棄により、トーリーを ジャコバイと扱いして排除する路線はますます強まり、唯一の通りーー閣僚だった第二代ノッティンガム、伯爵ダニエル・フィンチも政権を追われ、以降長きにわたるホイック一党支配体制が確立される。ウォルポールは1715年10月に第一、大倉卿に転任し、スタナップやタウンゼンド支社サンダーランド伯爵らと並ぶ最有力閣僚の一人となったが、この後政府内で、 内部分裂が発生した。特にジョージ一世が1716年7月から大陸へ出てイギリスを開けると、それに随反したスタナップ、サンダーランド白ャクラ大陸組と、ウォルポール、タウンゼンド死者シシクラルス政府の距離が広がった。国王は、ハノーファー選定校としての立場を優先して1700年以来続く大北方戦争にイギリスの支援を得て参戦し、 スウェーデンに対抗すべく、フランスと関係改善することを施行したが、ウォルポールはその政策を、ハノーバー優先策として批判していた。国王とスタナップは、フランスと条約を結ぼうとしたが、ウォルポールラルス政府がこれを妨害したため、条約締結は1716年11月末まで、連れ込んだ。国王はこれに激怒し、まず1716年12月に、タウンゼンド施策を、 アイルランド総督に左遷し、ついで1717 17年初頭の議会で政府内部の対立が露呈したことで、1717 17年4月にウォルポールとタウンゼンド施策がゲアに追い込まれた。ウォルポールと一時的対するも彼を再投与した、ホイック政権首脳の初代スタナップ伯爵、ジェームズ・スタナップ。以降、ウォルポール派ホイックは野党として政権の中枢。 スタナップを批判するようになった。しかし、ウォルポールの狙いは、スタナップ政権を困らせて、自分を再投与させるという政局の意図が大きいため、反対のための反対に終始し、トーリー等とも平然と共闘した。例えば、ウォルポール自身が主導したはずのオックスフォード伯爵、弾劾に反対したり、宗教的寛容を求めるホイックの主張を体現した、ものであるはずの、 便宜的国境界準資金司法廃止の政策にも反対した。また、政府の外交政策はイギリスの利害よりハノーワー家の利害を優先していると批判することで、党派に属しない独立派議員の疑念にも働きかけた。国王の貴族総科の権限を大きく制限する貴族法案にも国王体験の侵害と批判するトーリーや交代し、ジョージと一緒になって反対し、 1719年12月に同法案を否決に追い込むことに成功した。さらに国王ジョージ一世がハノーファー選定公国から連れてきたドイツ人側近たちがイギリス政治に介入するのがスタナップにとって頭痛の種になっていたが、1720年4月頃にはウォルポールがこのドイツ人たちと連携を図ろうとしているという噂が流れ、それを恐れたスタナップは、 ウォルポールの再登用を決断した。ウォルポールも国王と皇太子の和解を演出して政権復帰への環境準備を整え、1720年6月には陸軍支払い長官として再び政権に参加した。南海会社は1711年にスペイン領アメリカとの貿易会社として創設されたが、貿易会社としてはさほど業績は伸びず、金融会社として 業績を上げている会社だった。1720年1月に3000万ポンドの国債を南海会社の株式に転換する法案が議会に提出され、以降南海会社の株価は冒頭を始めた。この余波で他にも投機的な会社が続々と設立され、上下を一視した投機ブームがイギリスに到来した。南海会社は自社の株価釣り上げを維持すべく政府に働きかけて、 他の会社への投機を抑制する放末会社禁止法を1720年6月に成立させたが、これによって8月から南海会社の株価も暴落し、ロンドン金融市場は大混乱に陥った。政府において南海放末事件の事後処理を指揮したのは政権復帰したばかりのウォルポールであった。彼はバブル発生当初、政権中枢にいなかったため、 責任追求される立場になく、また財政にも強い政治家として期待されていたためで、ある。世論の責任追求の機運の高まりを受けて、議会で、南海外車理事や政治家への弾劾が行われたが、ウォルポールは、長年の政敵だった、北部担当国務大臣スタナップや第一、大倉卿、サンダーランド伯爵の擁護にあたり、遮断幕とあだ名される役割を果たした。 財政処理に関しては、南海会社の政府への債務の半分を、高信用回復法によって免除し、残りの負債は、南海会社理事や、南部担当国務大臣、ジェームズ・クラグス、財務大臣ジョン・エイズ・ラビなど弾劾された者たちからの、没収財産を当てたり、年金交際と引き換えに、イングランド銀行に負担させるなどして処理した。さらに投資家に対する保障として、 所持株100ポンドについてその額の3分の1程度を加えた新株を無償交付し、その増資残高も無償交付した。南海会社から融資を受けた者は借入金の10%を返済すれば債務を免除するとした。しかしこれらの処置をもってしても結局交際を南海会社の株式に返還した人々は収入の3分の1から3分の2の打撃を受けたと言われている。 政局の上で重要であったのは、この時期に、ウォルポール以外の政府首脳人がその座を去ることになったことだった。スタナップは、貴族院で長時間にわたる弁明をしている際に、心臓麻痺で死去し、もう一人の国務大臣クラックスも追及前に、病死した。財務大臣、エイズラビは辞職の上、庶民員除名となった。第一大倉卿。 サンダーランド伯爵も、ウォルポールの擁護を受けたものの、結局1721年4月に、辞職に追い込まれており、第一大倉卿の座をウォルポールに譲った。また死去したスタナップの公認の国務大臣に、ウォルポール派のタウンゼンド死爵が就任していたので、ここに、ウォルポールが全権を握る政権が誕生することになった。ウォルポールの肖像が、 1721年4月に44歳で第一大倉教となったウォルポールは以降21年にわたって政権を主導することになる。この時期の彼をイギリスの初代首相とみなすのが一般的である。国王は1718年以来閣議を主催しなくなっており、ウォルポール時代にはウォルポールが閣議を主催して他の閣僚を統制していたこと、また、 議会の信任を背景に政権を維持していたことによる。しかし政権発足当初のウォルポールは、後世の首相のように与党を強力に支配しているわけではなかった。彼の21年にわたる政権の中で徐々に彼の支配力が強化されていき、ついには第一大倉教イコール首相の観光が確立されるほどの権力を得たのである。ウォルポールの安定政権は、彼のファーストネームから、 ロビンの支配あるいは、ウォルポールの平和と呼ばれた。政敵を排除して、権力強化所代首相に目されるほど彼の、与党内での権力が強化されたのは、彼が政敵を巧みに排除ないし封じ込めたためであった。まず、保育党内野党となってトーリーとの連携を模索していたサンダーランド伯爵が1722年4月に死去したことが、ウォルポールの権力強化に死した。 1722年3月から5月にかけて行われた総選挙は、ウォルポール政権が政府の機密費を選挙資金に流用して各地で買収を行った結果、ホイック379議席、トーリー178議席という対象に終わったが、ロンドンではトーリーの当選者が目立ち、当選したホイック議員の中にも反ウォルポール派が少なからずいた。そのためウォルポールは、 同時期に摘発されたアタベリー陰謀事件を利用し、その危険を誇張して公表することで、トーリートや反政府派にジャコバイトのレッテルを貼り、その野党活動を抑え込むとともに、国王やロンドン市民の支持を得た。その結果、1720年代後半まで、ウォルポールへの野党運動はなりを潜めることになる。続いてウォルポールは、 外交面で国王への影響力を高めていた南部担当国務大臣の第2代カートレット団釈ジョンカートレットを危険視し1724年春には外交上の失態を理由に彼をアイルランド総督に左遷した初代入荷する公爵、トマス・ペラム・ホリスをその公認に据え弟であるヘンリー・ペラムも陸軍支払い長官に取り立てたこのペラム兄弟は ウォルポール最大の側近として活躍し、ウォルポール後の保育政治を支えていくことになる。1727年6月に国王ジョージ一世が崩御し、不王やウォルポール政権に反発していたジョージ二世が即位したため、その側近で庶民院議長のスペンサー・コンプトンが次期政権を担うと思われたが、コンプトンには議会統制力がなく、 王室経費の増額を議会に認めさせることができなかった。対して、ウォルポールにはそれができたので、ジョージ2世も彼を頼るしかなかった。また、ジョージ2世のヒキャロラインが以前からウォルポール支持者だったことも手伝って、ウォルポールは国王の信任を維持し続けることができた。当時の慣例であった、新国王即位に伴う総選挙でも、ウォルポールが 政府機密費を選挙資金に流用して有権者買収に励んだ結果、ウォルポール派保育が400議席以上を掌握し、野党を極少数派に押し込めることに成功している。言論統制ウォルポールに危険視された劇作家ヘンリー・フィールディング。ロンドン市民との関係においてウォルポールは、シの上層ブルジョアと関係が良かったが、中流以下のものから強く嫌われていた。 特に1725年の市議選挙法は、ロンドン市民の強い怒りを買い、野党勢力にロンドンの議会外同盟者を提供することとなった。18世紀前半は、ジャーナリズム勃興期であり、新聞が世論に大きな影響を及ぼすようになった時期である。ウォルポール政権はこれを危険視し、積極的なジャーナリズム統制政策を取った。 ウォルポールのジャーナリスト統制は主に買収と言論弾圧によって行われた。野党保育区の立場を取っていたロンドンジャーナルがミを1722年に買収して反政府言論をやめさせたのがジャーナリズム買収の最も有名な事例である。言論弾圧は中小法の規定に基づいて郵便開封を行い、新聞配布前にその内容を事前検閲し、 政府に批判的な内容が書かれていた場合、中傷に当たるとして、新聞配布差し止め命令を出したり、新聞発行人を中傷罪で起訴するという手法によって行うことが多かった。姿勢には、通りいいの反政府系新聞もかなり出回っていたが、これらは、ほとんどの場合、政府の弾圧を受けて短命に終わっている。政権が危うくなり始めていた1737年には、 ヘンリー・フィールディングらの反政府演劇を危険視して演劇検閲法を制定し演劇や文学作品も事前検閲を行うこととした。この法律によりフィールディングを演劇世界から締め出すことに成功した。また国内不満分子と海外のジャコバイト派の連携を監視するため情報部と暗号解読部の拡張に努めた。ジャコバイトは 無警戒に連絡を取り合っていたが、それらはウォルポールに筒抜けだったという。外交、ウォルポールの議定で、ウォルポール政権で外交を任されていたが、後に対立して辞職した第二代、タウンゼンド死者クチャールズ・タウンゼンドユトレヒト条約で、ジブラルタルをイギリスに割上させられたことに不満を、リダックスペインは、1725年5月に、ウィーン条約でオーストリアと手を結んだ。 1724年にカータレットが出脚した後、外交は北部担当国務大臣タウンゼンド施策が指導するところとなっていたが、彼はこれに対抗し1725年9月にフランスプロイセンとの間にハノーバー条約を締結した。しかしこの条約は同盟国への多額の財政援助が必要になる上、戦争の危険を大きくするとして野党から批判を浴びた。 当初、ウォルポールはタウンゼンドに外交を任せきりにしていたが、タウンゼンド外交批判が議会で高まると、内政安定重視の立場から外交へ介入するようになった。1727年2月にイギリスとスペインは改戦したが、その終結方法をめぐってタウンゼンドとウォルポールは対立を深めた。1729年11月に、ウォルポールの主導でスペインとの戦争を終結させる。 セビリア条約が締結されると、ウォルポールの外交主導権はさらに高まり、1730年5月を持ってたウンゼンドは辞職するに至った。ウォルポールは1731年3月のウィーン条約でオーストリアとの関係も回復し、自らの平和外交の成果を誇示した。しかしその裏で、英仏の関係は徐々に悪化し始めていた。 1733年8月に勃発したポーランド、継承戦争も、議会安定優先の観点から関与を避けたが、そのために、イギリスの国際的維新が低下したことは否めなかった。経済政策大倉教時代から、イングランド銀行と南海会社に働きかけて、減在基金を設立したが、ウォルポールは1722年から自分でそれを流用し大変な批判を浴びて、 1733年にも基礎軽減による経常費の不足を解消するため50万ポンドを流用した。彼は庶民員の多数を占め政治的に通りが多い地主を満足させるために土地税減税を定期的に実施していた。彼が戦争回避の外交に努めたのも土地税減税維持の観点が大きかった。1723年に地主のため ブラック法を制定、主猟権を脅かす密漁行為を取り締まった。1727年には国債利子率を5%から4%に引き下げたが、金融ブルジョアの反発を買うことを避けるため、それ以上の引き下げは避けた。代わりに、減債基金の余剰金を一般料製費に流用して、賄おうとした。ウォルポールは1730年イギリス東インド。 会社依存交際のリバライ財源である円税を廃止、不足分に減債基金を充当した。1732年に円税を復活させ、大衆から搾取した。これは新規長期交際50万ポンドの発行原資となった。貿易では、工業製品への輸出関税や工業原料の輸入関税を次々と廃止しつつ、国内工業と競合する恐れのある。 外国製品の輸入は制限した。植民地に対しても本国の都合をしばしば押し付けた一方、西インド植民地に対しては、同地の大農場主が本国に戻ってきて、庶民院議員になることが多かったので、その要求に応じることが多かった。こうした地主、産業資本、商業資本など議会に、 大きな影響力を持ついずれの有産者にも配慮した経済政策が彼の政権を安定させることにつながったと言える。国際保有者はオランダ人が主であった。消費税法案の挫折1723年にウォルポールは茶とコーヒーの輸入品について法律関税を課すことなく一度保管倉庫に入れさせ、そこから国内消費用に搬出されるものに対して、 消費税を課す制度を作った。これには、関税収入を減少させている再輸出品への関税払い戻し制度や密輸などを抑止する狙いがあり、その狙いは成功を収めた。1732年10月にバージニアのタバコ生産者からのタバコ輸入税をタバコ消費税に切り替える単元があったのを機に、ウォルポールはタバコとブドウ酒にも 消費税を拡大させることを計画した。ところがこれには、タバコ消費税を許せば、一般消費税に拡大していく、消費税徴収のために、役人の立ち入りが行われ、個人の自由が侵害されるようになるとして、タバコ商人のみならず、ロンドン市長はじめロンドン商人層が、一斉に反発した。数十の選挙区が、選出議員に対して、消費税に反対するよう迫り、 野党勢力にとって格好の結集材料となった。また、イギリス各地で消費税反対デモが展開され、1733年3月14日には、ウォルポールがタバコ消費税法案を提出して議会から退出しようとしたところを群衆に襲撃される事件も発生した。そのため議会内では、消費税に賛成した議員は襲撃されるという噂が広まり、 庶民委員の委員会に付託された法案は採決のたびに票が減っていった。反対票が200票を超えた採決もあり、その数字はウォルポール政権始まって以来のことだった。そして4月10日の採決ではとうとう賛否が17票差にまで縮まり、法案通過を絶望ししたウォルポールは自ら法案を撤回した。武道主消費税法案に至っては提出されることさえなかった。 野党は予定を買って、コーヒー、茶の消費税も廃止することを求める道義を提出したが、この道義は1733年4月10日に100票差で否決された。1734年1月に再開された議会でも、野党が提出した反政府道義は、すべて数十票差で否決されている。また、通り党が提出した7年議会法案をめぐって、野党の足並みは見られた。 さらに千七百三十四年四月から六月にかけて行われた総選挙では、与野党の議席差が百議席程度に縮まるものの、ウォルポール派ホイック党が多数を維持した。そのため、ウォルポール政権は弱体化しつつも、すぐに崩壊することはなかった。ジェンキンスの耳の戦争ウォルポールは戦争回避の外交を目指したが、密貿易取り締りを強化するスペイン植民地帝国と、 イギリス商人の対立は深まり続けていた。1738年3月にスペイン沿岸警備隊に耳を切り落とされたというイギリス商船船長ロバート・ジェンキンスが議会で証言したことで野党を中心に議会の反スペイン機運が高まった。野党はスペインに賠償要求を行うことを求めたが、ウォルポールは不可否的に戦争になるとして反対した。一年半ほど、 与野党の綱引きが続いたが、結局ウォルポール政権が折れ、1739年10月には、スペインとの間に、ジェンキンスの耳戦争が勃発した。さらに、翌1740年にはオーストリア、継承戦争が勃発し、イギリスはオーストリアのマリア・テレジアと結んで、フランス・スペインと対抗することになった。だがウォルポールは、戦争に乗り気でなかったため、 戦争指導に主導的役割を果たさず、それが彼の政治指導力の低下を招いた。また、戦費の年出のために、土地税増額も余儀なくされ、ウォルポールの地主会従策が破綻した。その影響で1741年春の総選挙は、これまで与党の地盤だった、スコットランドやコーンウォールで敗北。なおも、 ウォルポール・ハホイックが多数を占めたものの、与野党の議席差は約20議席にまで縮まった。退任1741年の総選挙の結果、ウォルポール政権は不安定政権となった。そして同年12月に召集された議会において、選挙結果以議申し立て判定委員会の委員長を選出する際の採決で242対238という僅差で、 ウォルポール政権は破れた。これによって、ウォルポールの議会統制力が尽きたことは、明白となり、1742年2月をもって、ウォルポールは、第一、大倉卿を退任した。ウォルポールを支持していた国王ジョージ二世は、彼の退任を惜しみ、1742年2月6日付で、彼に、大法度白爵位を与えた。ウォルポールの辞職後、かつての庶民委員議長で、 ウィルミントン白爵に助諾されていたスペンサー・コンプトンが第一、大倉卿の地位を継承したが、実質的な政権の中心は、反ウォルポール派のカートレットだった。議会では、ウォルポールの不正を追求する動きもあったが、ウォルポール派閣僚の入閣するコーラが抑え込んだ結果、そうした動議が可決されることはなかった。1745年3月18日、68歳で、 ロンドンのアーリントンストリートの住居で死去した。ロバート・ウォルポール・ウォルポールの時代ね公式に首相という役職があったわけではないものの、一般にウォルポールはイギリス最初の首相とされる。彼以前にも首相的役割を果たした者がいないわけではないが、彼らの場合は国王の権力の方がより巨大で彼らはその補佐役に過ぎなかった。対してウォルポールは自ら閣議を主催し、 閣僚を統制し、議会の支持を基盤に、政権運営した。責任内閣制の基盤を築いた人物として、彼は、初代首相に議されているのである。政治上の最大の功績は、名誉革命後の党派争いを収束させて、政治的安定期を築いたことである。1714年から1760年の、イギリス政界の状況を、歴史家は、 ホイックと有意時代と呼ぶことが多いが、それを築いた者こそ、ウォルポールである。彼は、巧みな政治手腕で議会と国王からの支持を維持し続け、名誉革命以来初めて強固な政権運営を行った。そして21年に及ぶ彼の安定政治が、イギリス貿易、商業の振興を促し、後に、イギリスが商業国家として発展するきっかけとなった。 1726年にイギリス旅行に訪れたボルテールは旅行記哲学書館で、ボルポール政権下のイギリスを観察、宗教対立がなく商業が、イギリスの繁栄を築いたと称賛している。その繁栄はやがて世界の頂点に君臨する、大英帝国へとつながる。ボルポールは忠実なホイックだったから、ホイック貴族、信仰ブルジョは、 帰国教徒との同盟の上に政治を行ったが、出自はジェントリー層であるから、野党、トーリーのジェントリーもウォルポールに対して根幹からの拒絶反応は示さなかったという。高慢な貴族でもシティの成金でも、長老協会主義者でもないウォルポールは、ジェントリーにとって、好人物だった。他方で、ウォルポールは、金権政治を行ったと批判された。ウォルポールは、総選挙のたびに、 政府機密費を流用して、買収、接待に励んだし、官職を餌に使って、有権者取り込みを図ることも多かった。野党は、こうした、ウォルポールの選挙対策を、腐敗政治と批判した。また、ウォルポールは、文芸や文学者の保護に熱心でなく、1737年に演劇検閲を行った影響もあり、ジョナサンス・スウィフトやヘンリー・フィールディングらから激しく嫌われた。 彼らは小説の中で、ウォルポール政権を揶揄している。ウォルポールは良くも悪くも、現実主義者であり、理想が高じて冒険的政策や、公戦的態度を取ることがなかった反面、近辺政治に罪悪を感じなかった。平和が意向だったのも、戦争イコールはあるという抽象的理念からではなく、戦争になれば戦費がかかって、土地税を上げることになり、議会を支配する。 地主層の指示が失われ、選挙に負けるという実利的な発想に基づいている。イギリスの首相官邸として知られるダウニング街10番地はもともと、ジョージ2世が、ウォルポール個人に過視したものだが、ウォルポールはこれを公的な贈与として受け入れ、公認の第一、大倉京に引き渡した。以降イギリスの首相官邸となったのである。1742年2月6日に、 以下の借位に新規にノブされる最初の妻キャサリン1700年に材木証人ジョンシューターの娘キャサリンと結婚した。彼女との間に以下の三男二女を設けた。しかしキャサリンは抑制の効かない性格であり、金遣いが荒い上、すぐに月光するので、ウォルポールは彼女との結婚生活で相当神経をすり減らしたという。妻の自尊心を満足させるために、 ロンドンの屋敷に金をかけ、立派な美術品をたくさん購入したが、そのうちほとんど別居状態となった。キャサリンは社交界で派手な付き合いを続け、一時は皇太子時代のジョージ二世との関係が噂になった。また四男、ホレスのジップは宮廷の帝神ジョンハーベイだという噂まで立った。百三十七年にキャサリンが亡くなると百三十八年に 愛人だったマリアスケリットと再婚したが、同年にマリアは流産で急死した。ウォルポールは彼女のことを自分の幸せのためには不可欠な女性と呼び、悲観にくれたという。彼女との間には結婚前に以下の一条を設けていた。ウォルポールは直居を得て彼女を正式に子供としている。ありがとうございます。